T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。ついに第6章も終わります。見た目は無垢な子供だが、彼女は捕食者の知性と狡猾さを持っている。ガブリエルの命を奪うことさえためらいはしないだろう。うるわしのローラよ。お前は追放されてから数世紀、孤独で無残な日々を送ってきたようだ。そしてガブリエル、用心しろ。我らの物語の中で彼女の役割は決して小さくないようだ。この城の主、ローラの母は君の到来をすでに知っている。あの少女はローラっていう名前でした。可愛く見えても残忍なのね。はい、残念です。は、進みます。なんか嫌な雰囲気。オーブ吸収があるし、ボス戦でしょうか。第6章最後だもんね。なんか出てきましたよ。そんな無造作に。食事のベル？何の肉なんですか？人。ちょ。あそこに行くのかな？グールはそのままなんですね。まずは気になっていたこちらへ。あ、鍵が必要だ。結局向こうが正解ね。動き出してる。うお、出る。そうだ、掴み攻撃だった。よっしゃ。毒。そんな、こっちは避けられないのに。でも頭から浴びたし。まあ、しょうがないですか。肉を食べてパワーアップですか。結局つかみ攻撃で一撃だったね。もう汚い。匂いとかすごいんでしょうね。考えたくもないわ。肉。まさか。ついだ。グールに提供するということか。じゃあ、その肉って。言わないでください。これでベルを鳴らすと来るのかな。あ、死体だ。あいつを倒さないといけないみたいです。これは必須なのね。放っておいていきますよ。あれ、どこだ。あ、ここか。この視点。まあ、同じ会社だもんね。この人も、潜入してたんですね。なんで力尽きたのかな。閉じ込められたんでしょうね。それかこいつの恐怖が原因かも。向かないでい。いえ。
って顔なんだ。巻物を見ないな。ちょっと落ち着いてから。あ、ローラのもありました。子供のような容姿を利用して多くの人を殺した冷酷な殺し屋。でも一人休息するときは遥か遠い昔の記憶が蘇る。幸せな子供時代もあったのね。それから数世紀ですか。長いわね。イービルブッチャー。ブッチャーって肉屋さんよね。だから肉を切ってたのか。ヴァンパイアのお抱え料理人だって。まあお似合いですけど。道具を使ってくるか。聖水がそこそこ効くようですね。それじゃ行きましょう。油を飲んでるのか。回復量は申し分ない。なんか喋ってるね。物を投げてくることを優先している。そこまで強くなさそうだね。それだけに油断しがちです。包丁を投げ返したりはできないのかな。お、肉回復してる。手は早い。近距離よりも中距離が良さそうだね。言えてます。うお、全然アドバイスを聞いてくれないじゃない。案外近づいてしまうんです。攻撃しながら近づくのが原因です。なんていうことだ。今までのボスより弱くない？そうですね。まだ何かを隠し持ってるかな。第二形態とか。ありえます。頑張ればオーブも出し放題です。もし放題だね。もうちょっと。いや、本当に楽ですよ。ほぼ全回復してるね。お、なんだ。いやいや、熱いでしょ。だな。煮えたぎった油ですよね。
あれ、なんか終わりそうな予感。そんな芸人さんみたく。伸びるゴムですか。ひえー、倒しちゃった。本当に楽だったね。中ボスみたいな感じでしょうか。特に何もないか。これも開く。お、食堂だ。肉を求めてグールがやってきてるよ。新鮮な肉はやりません。これだけ。やっぱりこれも開いたか。お、クリスタルにしたい。回復はほぼ必要なかったけど、嬉しいです。冷水が二つも。壊すと結構出てくるよね。特に妖精が多い印象です。たまたまでしょ。ボスの雰囲気。ここで大ボス登場。なんかスケルトンっぽい。これ。出てきた出てきた。フォローアーマーかよ。天敵だね。もしや、ルーンのパズル。まずは倒さないといけないか。え、スケルトンまで。まあいいですよ。一網打尽です。おや。またそれかよ。卑怯極まりないね。効率重視です。余裕。そりゃそうだよ。綺麗にしないと気が済まない。さてと、死体がありましたよね。まだ上があるようです。どこからか、登れるのかな。やっぱりルーンか。右に3つ。左にも3つ。全部で6個あるね。上にもあるのでしょうか。あ、そうかもね。だとしたら、結構めんどくさそう。見たところ、上に登れそうなところはない。ここ?じゃないよね。アップになる。ルーンのためでしょ。どこだ?いや、そっちじゃないと思うよ。
念のため、回収です。あった。またこのパターンですよ。最初から光ってるのが見えたらね。それなら楽なんですけど。このルートは、一般人には無理です。アスリートでも厳しいかもね。ガブリエル先輩だからこそです。捕まるの失敗したら、即死だよ。よくても、全身複雑骨折ですね。大切そうに保管されてる。まとめると、こうです。ここまでがルール。試しに青を置くと。残りは赤。でも、ルール3に引っかかります。なので同色は青じゃない。ここは赤で決定です。するとルール3から、隣は青。残りは赤です。このままだとダメそうですが、間には壁があるので。これで全てのルールを満たしました。早すぎてわかんない。一生懸命解説したのに。あ。何動揺してるのよ。いろいろとびっくりしました。危ない。この視点が、怖すぎます。高所恐怖症にはきついわね。リアルに手が震える。ふう、一息。まだ？よっしゃ。お、何かな？影の魔力石か。これだけ。あんなに苦労したのに、これだけ。もう？カット。戻ってきました。まずはここは青ですね。そうか、プレイ中だもんね。必死に頭の中で考えてますよ。これ以上、IQ2 とか言われたくないんです。その気持ちはわかるけどね。このスピードを見てください。まあまあ、頑張ったんじゃない。まあまあですか。IQ3 くらいには、なったかも。これで IQ3。ということでクリアです。ボスもパズルも、割とあっさりでした。トロフィーもゲットです。それじゃ、ノクターン。また次回もお楽しみにね、ノクターン。
る。ねえ、一緒に遊ぼう。